今日は汝の見るものを決眼、すなわち私たちはこの物を見まして、物を見る影響というもの、影響力というものをちょっと考えてみていきたいと思います。悪いものを見ますと必ず悪いものを受け継ぎます。そしていいものを見ますといいものをみんな受け継ぐのでございますね。見るもので影響を受けない人というのはいないのでございます。悪い状態を見ますと悪いものを即時に受け継いでしまうと、いいものを見ますといいものを受け継ぐと、汝の見るものを受け継がんと、それもありますけれども、それは外側の世界での話でございます。もう一つ見るものを受け継がんという意味は、自我を見ると自我を受け継ぎ、真我を見れば真我を受け継ぐという意味でございますね。ただ見るものの影響というのは非常に厳しいものでございます。またもう一つ見るものも受け継ぎますけれども、その思いも受け継ぐのでございますね。悪いことを思ったら悪いものが現れますし、いいものを思ったらいいものが現れるし、想念は実現の母と、この想念というのも我々の世界ではもう全て影響をまともに受けるものでございます。であなたの思ったもので、あなたの日常生活に現れないものって一つもないのでございますね。しかし皆さん方はその想念のコントロール、見るもののコントロールというのができませんで、ほとんどの人が見るまま即時に現れてくるし、思うこと即時に現れるというようなことで、悪いものを見て悪いものを思って、そして悪い言葉遣いをして、そのまま日常生活を混乱の生活に陥れているのでございますね。それをそのまま続けますと、自分の環境、すなわち周囲にはみんな悪いことしか起こらないのでございます。で、我々は神がなぜ完全かということを考えねばなりません。神は完全のみを見て、完全のみを思って、完全のみを語るがいいに、完全なものが現れるのでございますね。で、我々は不完全を見て、不完全を語って、不完全を思っていますと、日常生活に不完全なものがどんどん現れてくるわけです。それは我々には物を表す力が皆さんには持っているんでございますね。想像力といいまして、物を具現する力が目々にありますので、だからそういうものを皆さん方非常に悪い想念をする人が多いのでございますね。想念というものは具現する力ですから、念力ですから。で、それが日常生活に、自分の生活に現れてくる、それを平気でいる人がいるんでございますね。で、もう一つ認めるものが現れると、認めた時、私たちはこの日常生活に現れるのでございます。神を認めれば神が現れますけれども、悪いものを認めたら悪いものが現れますね。逆も真なりという言葉がございまして、で、病気を認めますと病気が現れるんですよ。完全を認めますと完全が現れるのでございますね。じゃあ病気は認めるべきでしょうか、認めるべきではないんでしょうか。病気になった人の場合どうすればいいかということでございます。もう完全に私は病気でありますと認めた時、その病気はなくならないですね。まず否定すべきかと思います。病気になって病気を否定するということが非常に厳しいことでございますけれども、病気になった時どうすればいいかという方法はですね、神は完全だ、我も完全だという完全に一心を集中することによって、自分の病というものを告知することができる、克服することができる。イエス・キリストのその治療法としましては、病人を認めなかったのでございますね。先生、私は病気ですと、治療してくださいと言ったときに、イエス・キリストはその病気を認めて、病気を見つめたんでしょうか、完全を見つめたんでしょうか。完全に一心を集中したのでございますね。本質において病気とか不完全というものは本来は存在しないのでございます。その我々の誤った想念が不完全なものをこの世に表しているだけでございまして、これは不完全なものと神というものとは全く無関係でございます。人間の不完全なものの見方、不完全な想念、不完全な言葉遣いがこの世の中に不完全なものをたくさん表しているのでございますね。不完全なものと神と関係がございますか、ありますか。